皆さんこんにちは、エリアです。今日は一人旅攻略安全の手引きということで、今まで私の動画では海外でのお金の持ち歩き方や海外の犯罪紹介っていうのをいくつか紹介してるんですけど、今日は海外の治安問題の対策についてです。私のチャンネルでは未来の旅人に向けた旅の情報を配信しています。今を生きる選択肢としての道しるべになれば嬉しいです。チャンネル登録、動画に対する感想や疑問などのコメント、そして通知をオンにして最後まで見てください。海外には私たちの日本と変わらない親切な人だったり、すごくあったかい環境が溢れてるんですけど、そんな中でもどうしても一部の人たちは犯罪を犯してしまう、犯罪に巻き込まれてしまうっていう状況があるので、海外での経験を最高なものにするために今日は12箇条考えてきました。では早速いってみよう。その1、ローカルシムをゲットすること。今やスマホやクレカの普及でめちゃくちゃ旅がしやすくなったよね。うろうろ迷わなくて済む、 Wi-Fi を探さなくて済むっていうことは、初めてこの街に来ましたっていうよそ者感を出さないっていうことはすごく大事なことです。その2、 ATM は人目の多いところで使うこと。 ATM は街中いろんなところにあるんですけど、銀行だったりスーパーの中だったり、人が多く通るところにも ATM はもちろんあります。以前 ATM の使い方の動画でも紹介したように、スキミングの機械として入れ替えられているものもあるので、そういったところに注意しながら人目の多いところで使うことで安心して使えるんじゃないかなって思います。その3、口の開いたカバンは使わないこと。リュックの場合は前に抱え込むこと。トートバッグだったりチャックとかで口が閉まらないものを使ってる方が結構います。これは簡単に手をこう突っ込まれちゃったりして、お財布だったりパスポート、貴重品を狙われやすいので注意です。リュックなどのデイバッグは前に抱え込んで持つようにっていうのはどの国に行っても注意されました。そのよう、人気のないところ、路地裏、夜の一人歩きに注意。一人歩きに関しては女の子がすごく注意していることかなと思うんですけど、男の人も気を抜かないでね、ゲイの人に捕まって掘られそうになったとかよくお話聞くから注意点かな。もちろん強盗も注意だよ。その後、携帯は手に持って出歩かないこと。首からガジェットをかけないこと。もちろん外で調べ物ができる国もあります。ただ極悪都市と呼ばれている都市、途上国などは iPhone を手に持っているだけで、お金を持っている人って教えているようなもの、ただただターゲットになってしまうから、携帯をじる場所だったりも少し気を使うといいかもしれないね。その6、現金は最低限にすること。最低限のお金だけ持っていることで、万が一何かあった時のリスクだったり被害っていうのが最低限で抑えられるっていうのがポイントです。その7、ダミー財布を準備しておくこと。治安の悪い国では銃強盗だったり集団強盗日常的にあったりします。万が一自分がその場に出くわしてしまった時に、相手にそのまま渡せる用の財布を用意しておくっていうのがポイントなの。中身はだいたい10ドル程度と、もう有効期限切れのクレカを入れておくといいかなと思います。その8、これはやってる人いるのかなって感じなんですけど、私は必要な情報を暗記してます。パスポート情報、クレカの情報、友人だったり身近な人の連絡先、あとは行く先々で警察、大使館、領事館の電話番号は一応控えたり暗記したりしてます。万が一無一文になっちゃったとしても、クレカの番号を覚えていればネット上から航空券が買えるような今時代だから、最低限もし覚えられるなら覚えておいた方がいいかも。私はね、携帯のスクショに入れたりしてます。その9、 Uber を駆使する。日本で Uber といえば Uber Eats だっけ、宅配のやつ。海外の治安の悪い国では公共交通機関を信用できないっていう国があったりするので、私は Uber でそのタクシーを呼んで移動したりっていう場所もありました。 Uber は一般の人が運転してるんですけど、お互いにレビューを書いているので、信頼度が少しあるかなと思ってやっています。 Uber を使うときは現地 SIM が必要になるし、クレジットカードの登録が必要になるので、あらかじめ準備しておくっていうのもいいかもしれないね。その10、現地に溶け込むこと。海外に行ったらおしゃれしたいし露出したいし、まあ、すごいジェニックなこと考えちゃうと思うんですよ。でもその現地の人のレベルに合わせるっていうのは自分を守る最大のポイントです。アクセサリーだったりちょっとしたピアスだったりネックレスっていうのも現地の人がしてなければしない方がいいし、時にはもうスーパーの袋に貴重品入れてたりする国もありました。昔あった都市伝説みたいな話なんだけど、金の腕時計をして海外に行った人が貧しい区域に行った時に腕ごと切り落とされちゃったっていうのを聞いたことある。
その11、現地の言葉を覚えること。正直言語ができなくても旅はできます。なんとか世界一周とかもやっていけます。でも言語が話せるだけで旅が豊かになる、プラス危険のリスクが結構下がる。例えばまあちっちゃいところで言うと、お金をぼられるぼられないもそうですし、何かトラブルにあった時に自分が言いたいことを伝えられる、それだけでトラブルを回避していけるっていうところはすごく強いと思うんだよね。そして最後のポイントです。これは直感。この場所危険だな、この場所なんか嫌な感じするな、怖いなって思った、その感覚を信じてほしいです。その感覚って、まあ、第六感っていうの、少なからず外れてないと思うね。そういう感情っていうのは自分の行動を慎重にするし、もっともっと気をつけようっていうアンテナにもなるから、今回のポイントの中で一番大事だなって私は思っています。マルコいかがでしたか？今回はテンポよく安全に関するポイントをポン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 出してみました。その国でした最高の経験、最高の時間がひっくり返っちゃうくらいトラブルっていうのは印象を変えてしまう原因になるので、そこを防いでいきたいっていうのが今回の動画の趣旨でした。みんながこれから旅をするにあたって最高の経験をしてほしいから、ぜひぜひ旅をするときには今回のポイントに注意して準備をしてみてください。今回出たポイント以外にもこういうのをやってるよっていうのがあれば、ぜひコメント欄で教えてください。では本日もご視聴ありがとうございました。